あんたが暁の巫女アイク将軍ですね。さぞから話は聞いています。あいつの大切な人なら戦いたくはない。あの子が世話になった人なら私も同じです。ですがレインは引くつもりはないんだな。はい。ならば戦うまでだ。ファイアーエンブレム暁の女神ドラマ CD 軍友たちの譲れぬ思い。ラグズたちの士気は高かったですね。ああ、ライの言葉を信じよう。あの男も前と少し様子が変わったように感じました。スクリミルか、まだ毛嫌いしてるのか。当然です。僕が一番苦手な部類です。腕っぷしだけで戦いに勝てると考えている。そう言うな。あいつも次期ガリア国王候補なんだ。父親も考えあって軍の大将を任せているんだろう。まるで彼の父親にでもなったような言い方ですね。おい、それはさすがにないぞ。というかお前そんなところで笑うんだな。アイク、ますますグレイル団長に似てきたのでは。お前までそれを言うのか。最近3年ぶりに会った奴らからもそう言われるし、まったくどいつもこいつも。僕はあなたの成長を温かく見守っているだけですよ。おい、今度はお前が父親になってるぞ。いずれその意味がわかるかもしれませんね。ん？今なんて。いえ、ですが成功法を危険だという理由はもう一つあります。先ほども言ったようにデインの動きが気になるからです。確かにな。どう考えてもこちらの戦力が上。お前の言うように帝国に無理強いされてるのか。さあ二人とも許可の準備をするわよ。ティアマト。ああ、わかった。そのことですが、現状を踏まえ一つ提案があります。アイクも僕の提案について意見をください。ん？ミカヤが何を考えているか言ってやろうか。さぞ。ペレアス様はなぜこんなことをするのか、帝国なんかに協力するのかだ。そういうあなたの考えていることも当ててみましょうか。な、何？尊敬するグレイル傭兵団のアイク団長とは本当は戦いたくないでしょ。どう？半分当たりだが後半が抜けてる。戦いたくないが、ミカヤが決めたなら話は別だ。俺は迷うことなく誰であろうと敵にする。無理してるわね。無理なんてしてない。きっとアイク団長も理解してくれるはずだ。さっきも言ったように、どんな相手に対しても自然に接することのできる英雄だからこそ、俺がミカヤのために命を落として戦うことを彼は否定したりしない。その言葉そのものが彼への敬愛に聞こえちゃうけどね。ごめん、冗談よ。さあ、本当にたくましくなったね。当たり前だ。
俺も前の戦争を戦い抜いてもう3年の月日が流れた。子供じゃない。うん、本当に嬉しいよ、あなたの成長が。ミカよ。敵の前線こちらに進撃してきました。わかったわ、私たちも出ましょう。ああ、暁の巫女が舞い荒れたぞ。これで勝利は我らのものだ。全員に栄光あれ、暁の巫女。セレア、小規模には違いないものの、見事なまでに統制の取れた軍隊だな。アイク団長、サザー、でかくなったな。そういえばお前、デインがふるさとだったか。覚えててくれたんだな。探し人には会えたのか。ああ、今この軍の大将をやってる。暁の巫女か。ミカヤだ。そんなくだらない通り名はやめてくれ。団長、俺こんな風にあんたと再会したくなかった。それでも引く気はないんだろう。ああ、その子を一人にする覚悟があるならかかってこい。まだなら俺に近寄るな。戦場で手加減してやるほど俺は甘くない。団長、それでも俺はあんたをやるしかないんだ。あ、少しは腕を上げたようだな。だが、そんな軽い一撃が俺に通用すると思うか。導きの灯火よ、閃光となりて障壁を打ち砕け。ミカよ。あなたがアイク。サザからたくさん話を聞いていたせいかしら、初めて顔を合わせた気がしない。お前たち二人には悪いが、敵として俺の前に立ったんだ。容赦はせん。ありがとう。そうしてくれるならこちらも全力で戦います。よし、ミカよ、二人であの人を。あなたの相手は僕です、エルウィンド。あんた相変わらず団長のそばつきなのか。当然です、彼の近くには必ず僕がいる。シャイン。当たったのに。悪いが鍛え方が違うんだ。これであんたを守ってくれる者はいない。最後だ。引け。それは できません。ミカ。出港の騎士。乙女よ、無事か。騎士様。今だ。待ちなさい、ミカよ。サザー、ごめんなさい。また力を使いすぎたようだな、行け。ああ。追いかけようとしても邪魔をするんだろうな、あんたは。当然だ。私はデイン王国かつての思春が一人。やはり生きていたんだな。あの程度の技で私を仕留めた気でいたのか。どうだろうな。だが一度の勝利で俺の心に救うわだかまりを全て解消できるとは思っていなかった。朗報だ。我が鎧の加護はあの戦いを終えた後失われた。ならば今度こそお前を倒す。いいだろう、来るがいい。ここまで来れば
ひとまずは。ニカヤ、しっかりしろ。サザ、私また気を失って。ああ、そうだ。でもこの周辺に敵はいない。安心していい。そんな、デインの将軍である私が前線から離れるなんて。将軍だからこそ最初に殺されちゃおしまいだろ。サザ、私はみんなを守らなくちゃ。確かにデインは俺の大事な祖国だ。でもミカヤほどじゃない。俺はミカヤを守る。たとえ国を、世界を敵に回してもだ。サザ、ミカヤ、また気を失ったのか。よし、今のうちにこの戦場を離れる。腕を上げたな。あんたこそその力、3年前よりも。あの時は精神と鎧を飛ばした。今は生身、力量に差が出るのは当然だ。なるほど、生きていた理由はそれか。漆黒の騎士様がいらっしゃった。敵将を叩くな、今しかない。アイク、敵兵が集まりつつあります。だからといって引けと、それは無理な相談だ。ゼアー、射撃用意、敵将を狙え。何、ここまで。覚悟。アイク、アイクだけは殺させはしない。お前が身を挺してみようとも、その男の死に変わりはない。どんなことがあってもアイクは僕が守る。アイク、あなたは覚えていないと思いますが、僕とあなたは幼い頃に一度出会っていました。その時の僕は救いなくただ死にゆくだけの矮小な存在だった。印付きとしてデオクからもラグスからも差別された僕を救ってくれたのはあなただった。だから僕はどんな時でもあなたのそばであなたを守り続ける。その男と共に行くか。それもいいだろう。あなたにこれ以上私の大切な人を殺させはしないわ。ティオマト、間に合いましたか。ええ、絡めては成功よ。背後から敵陣を吸収して援軍も連れてこられたわ。気を失っていたのか。アイク、無事ですか。ああ、面倒をかけた。いえ、面倒だなんて。僕は。お前、泣いているのか。いえ、そんなことは。大丈夫、平気です。よし、ならやるぞ。ティアマトも協力してくれ。ええ、グレイル傭兵団の力を見せるときね。何をするつもりだ。女騎士、お前は牽制役か。気を散らす余裕があるのかしら。肩腹痛いわ。我が魔導の風の力よ、勇猛なる戦士を虚空へと飛翔させよ。やった、やりましたよアイク。ああ、なるほど、腕を上げたな。まさかこれほどとは。今回のところはここまでにしておこう。貴様との勝負、一度で済ますのは惜しい。こちらも同感だ。いつでも来い。
どんな状況であろうと、あんたとの勝負は受ける。僕が何か？お前も私と同じ。見つけたのだな。共に生きる者を。だがそれはいつしか悲劇を呼ぶ。それはミカや乙女もまた同じ道だ。あんたが何を言いたいのかわからんが、暁の巫女もサザもあんたも俺たちも自分の信じるもののために懸命に生きているだけだ。そうよ。辛い出来事や悲しい運命が続いても、それを恐れて歩みを止めるわけにはいかないのよ。ああ、俺たちはこれからも変わらず進み続けるだけだ。そうか。ならばまた会おう。ガオイを忘れろ。勝利だ！我らの勝利だ！アイク将軍万歳！重兵に加えて大高までが援軍に。フェニキスの超翼族までいるというの？そんな情報ベグニオンからは何も。やられたな。団長たちの軍は陽動だ。このままでは犠牲が増えるばかり。一度撤退しましょう。レイン兵たちはまだ戦えるって言うはずだ。無駄に死なせるわけにはいかないわ。今は引くしかないの。分かった。全軍に伝えておこう。ねえサザー、あの人アイク将軍、あなたの言っていた通りの人だったわね。強く気高く周囲に慕われ、そして常に冷静に戦況を見定めることのできる、まさに将軍の鏡のような人。ミカよ、私には彼のような力も人徳もないけれど、デインだけは守ってみせるわ。サザー、あなたの今考えていること当ててみせましょうか。いつかアイク団長と私が分かり合える日が来てほしいでしょ。そんなことは冗談よ。でもありがとう。そんな日が本当にいつか来るといいわね。